長禅寺は、山梨県甲府市にある臨在集計の単立寺院。東光寺、吉成寺、円光院、宝泉寺と共に、甲府御山の一つ。甲府市中央部に位置し、阿多ご山の南陸に立地する。甲府には、戦国期に開国死後武田氏の創建した寺院が、数多く分布し、長禅寺は館である、筒子ヶ崎間を中心とする、武田城下町の南端にあたる。 金星には甲府城の東部にあたり、長禅寺前は格外の武家地で、長禅寺山道は登竜する藤川を経て、長禅寺前の南北通りとなり、山の堀を隔てて魚町通りへ至る。享保九年に海一国が幕府直轄領化された後は、長禅寺前に甲府大館所が設置され、長禅寺前陣屋と呼称された。長禅寺の前身は、 海の西軍の国人領主である大石の領する、駒郡藍沢に混流された寺院で、大石の菩提寺であった。古長禅寺は、新言宗寺院であったが1316年に、開国を置いて、臨在宗を布教させた無双祖籍により改修されたという。戦国時代には、大石の娘である大石夫人が国明ら主語、武田信虎の性質となり、春信らを出産する。 大井夫人は信虎がするがへ追放された後も館へ、泊まり、没後に春信は寺を二分して、甲府へ移転する。春信は、臨済宗明神寺派と強い関係を持ち、後に臨済宗書寺院である、甲府御山を定めた際には、第一位としている。創建年代は、海の国史によれば信玄聖母が死去した、天文21年で、海の国社記、寺記によれば、 永6年間であるとする。なお、旧地に残された、もう一つの寺は古長禅寺として現存している。国史によれば、品の暗黒寺から、本尊の阿弥陀像が移されたが、武田死滅亡に際した陛下により消失したという、剣本着色、武田信虎夫人像、編集剣本着色、武田信虎夫人像替えの国西法里の国衆、大井神たちの娘で、 武田信虎の性質となった大井夫人の肖像が、大井夫人を母とする武田信玄の弟、信門による筆、戦国時代天文22年の筆、寸法は縦8 7 6トル、横、37. 3 7 3トル。大井夫人は武田氏と大井氏の和睦により、永生17年に信虎に化し、当主となった春信の他の武士へ、信門らの聖母となった。 天文十年の信虎追放後は、甲府の筒つ子つヶ崎間北極林に居住して、沖田様と称せられ、天文二十一年五月に死去した。室町時代には、禅宗の影響を受け数多くの肖像画制作が行われているが、本像は天文二十二年に大井夫人の一周期に際して描かれた、供養像。画面下部に、 揚げたたみの上に座して合唱する発体の婦人像が描かれる。画面の上半は最上段に色紙形にようを隠して、婦人自衛の和歌、春は花秋は紅葉の色のも、引かずつもりで、ちらばそのままが記され、その下には、信虎の創建した甲府大泉寺の住職、安行玄穏やかが三分を所している。本像は、 信門21歳の作例で、年季が知られている信門の作品では書出のものとされる。なお、信ぶが創建した大泉寺には、天正2年に描かれた信門筆の武田信虎像が所蔵されており、こちらには、長禅寺二世住職の春国光臣が三分を寄せ、両寺の交流を示している。画風は硬直視野や地説であると指摘されるが、 同時期の婦人像で発体の供養像である作例は少なく合唱する手がやや小さいことから男性像の奮本を転用した可能性も指摘されている。資本着色と当店人像、編集圏内にも数多く残されている室町時代のと当店人像図の一つであるが、礼拝体像としての類型とは異なる作例。ふっくらとした顔立ちに小ぶりな目と短い髭を持つ、 人間的表情で描かれ、左手に下を向けた梅の小枝を持ち、正面を向いているが、やや重心が左に崩れた姿で描かれている。画中上部には七子とゼックによる三文がある。同時代には同じく都道天神を人間的に描いた、摂州の作例もある。作者は楽観によれば、武田の部下の筆であると考えられており、同様の作風である、加野元信の,の影響が指摘されている。 ありがとうございます。